メガ天堂のスイッチですね。スイッチだ。今、ウェイクモードにした。タオタジでゆっくり巻くとね、水面をダバダバダバ。まあ、タオタジなくても、ダバダバダバ。本当ね、IT ジャックみたいな動き方しますよね。よかったと。水面チェック、水面パタパタパタ、うん、よく見える膨らみが立つ感じで、膨らみが立つぐらいのスピードはいいんじゃないですかね。やっぱり分かってリップガールとか買わせてくれますね。あれぐらいのオーダーがあったら、これがいくもう今度ダイビングモード、ダイビングモード、これダイビングモードとかで止めたとき、ふわっとこう浮いてくるんですけど、ワンテンハイフロートとか、最近出たあのラペス、あれよりも若干ゆっくりね、ワンテンハイフロート、R のハイフロートほど早めに浮いては来ないですけど、ゆっくりこう浮いてくる。ですので、潜らせて止めて、水面まで来たらまた潜らせるみたいな。こう浮かせる釣りもできますね、ポポンと。ここなんですね、スイッチですね、ウェイクモードなんか出ましたね。木陰でまったりボケバスくんかい。すごい、これウェイクモードでもあんまり早く引いちゃうと潜るから、潜らない程度ゆっくり巻いてあげるのがいいかもしれないね。モードでもね、あんまり早く巻くと潜っちゃうんで、引き波立てたいときは、まあ、差を立ててね、なるべくゆっくり巻いてる。そうするといい感じのウェイクが立つので、引き波が立つので、うん、なんか心なしか IT ジャックみたいにこちょこちょ言ってますね。うわ、出ました。いい出方したけど、いい出方したけど、なんだなんだ、大したサイズじゃねえな。びっくりした。ウェイキですね、ウェイキモード。一応口に引っかかってますね。引き波だよな、肝は。まあ、あんまり早く巻かない。まあ、早く巻いても釣れたけどね。お疲れちゃん。スピード。これね、ウェイクモードでも、ね、ルアーとの距離が、
離れるとちょっと潜るんですよ気持ち。グリゼロもそうですけど気持ち潜るんで、今投げましたけどこっちなんかね、木陰の下、オバハンの下にね投げて、で竿立てるって言っても 木があるんで限界があるんですけど、もう行ってみますかね。入れてで竿立てる、ゆっくり巻いてくる。じゃあ邪魔が来ましたね今ね。さあ、あんなサイズでも釣れるんだな。はい、スイッチウェイクモードですね。小鉢ついてきましたね。小鉢、小鉢だな。さすがに、さすがにスイッチだとデファインじゃない今の小鉢だと。開きましたね。ウェイクモードですね。小バッチ、小バッチ、よいしょ。はい、スイッチさん、スイッチさんのウェイクモードで小バさん、おいおいおい、ちゃんと頭狙ってきてるね。やっぱり肝はウェイクモードはスピードだよね。沈まないぐらいのスピード、まあ、あるいは竿立ててゆっくりパタパタ、やっぱそれが一番今日出てますね。こう入れてあんまり早く巻かない、ゆっくりパタ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 、こんな感じですね。これで結構今日釣れてますね。ウェイクモードですね。スイッチのウェイクモードですね。着水同時なんですか今の。上から魚が降ってくるの見えてる。面白いです。あわや提灯状態、いいお疲れ。面白事例になっちゃいましたね。もうまんまこれ IT ジャックそっくりだよね。小鉢、マッチめっちゃやってくんな。はぁ、あ、コバッチ乗っちゃった。ごめんなさい、コバさん、やる気あるねこいつ。よいしょ、スイッチとコバさん、マイティジャックだね。ウェイクモードでゆっくり巻いてると IT ジャックみたいな動きですね。ですんでティーザー的な役割バス探すのにもちょうどいいですね。で、まあ、今日も持ってきてますけど7班とかそういうね小さめのプラグをフォロー入れれば結構釣れますね。あとスイッチ自体でね、もう30そこそこのから起きちゃってるんで、さっきの30なかったと思いますけど、釣れますねスイッチのウェイクモードね。
はじめはダイビングモードでだいぶ散ってましたけど、ウェイクモードでゆっくり巻いてると今日は結構来てますね。でかいのが釣れねえんだよな、来ねえんだよな。どこ行っちゃったのかな。はい、スイッチですね。